私は井野瑞希と申します。現在高田駐屯地で陸上自衛官として勤務しております。拳銃とか機関銃とかが壊れた時にリペアするアシスタントみたいな感じの仕事をして、今は、上越市吹奏楽団と上越ブレイブワッキングホースっていうチームで吹奏楽とマーチングをして、もう朝からずっと楽器を練習して、授業を受けて練習して、バイトに行って、たまに遅刻して学校に来るみたいな学生生活をしていました。今後、今のところは、正直まだはっきりはわからないんですが、自分のスキルをきっちりと上げていこうと思って、練習は欠かさず続けています、演奏できるチャンスとか多分たくさんあると思うので、そういうチャンスは逃さないように、でも全部楽しめるように楽しく学生生活を過ごしてください。